掛川市自主運行バス。掛川市自主運行バスは、静岡県掛川市が運営するコミュニティバス。掛川市自主運行バスには、市街地循環線の北回り、南回りの2路線があり、掛川駅周辺に点在する各種施設を経由しながら中心市街地を一周する。北回り南回りとも、右回りの一方通行であり、 一周1 2トルを所要時間40分前後、50から55分周期で1日17便運行する。掛川駅北口での北回りと南回りの発車時刻は同一であり、乗り継ぎの便によっている。掛川駅北口発の始発は6時55分、周発は20時であり、この地域としては遅い時刻まで運行している。 終日45分周期時代の周発は19時45分。開業以来、運賃は一律100円である。ただし、二路線を乗り継いだ場合には別に徴収される。このほか、掛川バスサービスの路線と共通の回数券や定期券が利用できる。また、市街地循環線とは別に、多摩線、掛川大塚線の二路線が、掛川市により運営されている。 北回り、掛川大塚線は G ネット、南回り、満水線は、掛川バスサービスが運行する。市街地巡環線のバス停には、駅ナンバリングのように番号が振られており、路線を意味する文字と、起点からの停車順を意味する数字で表される。北回りは北1、北2、北43、南回りは南1、南2、南44となる。かつて、 掛川市では、静岡鉄道、製鉄バスによって、掛川市内循環線が運行されていた。市内循環線は、現在の北回りのおおむね東半分のルートを走行する路線で、左回り、くず川回り、右回り、中央回りが存在した。しかし、これが廃止されて、以後は、市街地をカバーするバス路線が存在しなくなり、かねてよりのモータリゼーションと郊外化により、 市は、拡大、市街地の住民には、復活が望まれていた。このような状況のもと、市の掲げる、スローライフ政策の一環として、2003年5月20日に、コミュニティバスとして、市街地循環バスが復活した。路線は、市内循環のルートを商業地下が進む大池、長谷地区に拡張した、北回りと東海道新幹線停車と同時に、掛川駅に、 南口が新設されて、以後に宅地化が進む駅南方面を巡回する南回りが設置された。名称が市内循環でなく市街地循環となったのは合併によって当時より地域が拡大し、市内とするには地域が広すぎるためである。両路線ともに概ね好評で東循環線、西循環線が新たに設定されたが、 ルートが上長であることや掛川バスサービスの既存路線と競合することから利用者は低迷し、既存路線のルート変更とともに東循環線は満水線、西循環線は和田岡線、蘇我線にそれぞれ分割継承された。なお、和田岡線、蘇我線は平成25年3月末で廃止となった。東山線、俗本線、石里線、倉誠線、 桜木線については、掛川バスサービスの項目を参照。掛川駅北口を起点とし、旧城下町地区、旧東海道沿いの商店街を通り、市役所を経由、大池、長谷地区の商業地、住宅地、城北地区の住宅地を通り、再び旧城下町地区に入り、掛川駅北口に戻る道である。沿線の主な施設には、掛川市役所、 アピタ掛川店、バロー岡の掛川店、掛川北病院、東園カルチャーパーク総合体育館、サンリーナ、生涯学習センター、35、五所原が、最寄り、掛川城大手門等がある。1、掛川駅北口に、都議屋町3、中町商店街4、西町商店街西5、海進鎌田支店前6、下また町7、19市北8、19市西9、 中央三丁目東10、中央三丁目西11、市役所12、生物循環パビリオン前13、新橋瀬橋南14、立花町15、つくし会館入り口16、鞘の家入り口17、末広町18、アピ田掛川天前19、掛川園20、 バロー岡の掛川天満21、秋葉路入口22、秋葉路西23、秋葉路東24、掛川北病院25、サンリナ入口26、上屋敷27、七日町西28、七日町東29、中宿公園入口30、中宿31、柳町32、天皇町西33、天皇町東34、 特育保健センター前35、五世玄36、朝日町37、新名町38、奥姫橋39、天然寺前40、大手門前41、連尺42、高野町43、栄町1、掛川駅北口。掛川祭りの開催期間、10月10日直近の金、土、日は、旧城下町地区に交通規制が敷かれ車両が、 侵入できなくなるため、北回りのルートが一部変更される。土日祝日及び年末年始は、奥姫橋掛川駅北口の途中停留所は経由しない。掛川駅北口を起点とし、南郷地区の住宅地を通り、掛川駅南口を経由、西南郷地区、長谷地区の住宅地を通り、市役所を経由、掛川駅売京線を通り、 掛川駅北口に戻る路線である。沿線の主な施設には、掛川高校7、七京都区池前が、最寄り、掛川課長園、掛川駅南口、掛川東高、資生堂アートハウス、中東園総合医療センター、掛川市役所、掛川郵便局等がある。 1>, 1、掛川駅北口に、塩町3、上張り4、緑ヶ丘1丁目5、緑ヶ丘2丁目6、掛川税務所前7、京都区池前8、旧南郷保育園前9、杉谷1丁目10、杉谷南11、希望農家12、ケチ園寺13、課長園前14、亀の甲2丁目15、駅南公園入り口16、南2丁目17、神大地公民、 建前18、南1丁目19、掛川駅南口前20、美観ホール入り口21、亀の甲1丁目22、久保1丁目23、社会保険事務所前24、県営住宅前25、掛川東高入り口26、下又南2丁目東27、下又南2丁目西28、資生堂アートハウス入り口29、交互所東30、 中東園総合医療センター、30から1、富士見大霊園31、交互所東32、東名小笠パーキング入口口33、長谷大橋南34、 長谷寺前35、長谷西36、長谷東37、水質保全パビリオン前38、市役所39、小高町西40、小高町東41、中央小学校前42、中央2丁目43、老金掛川支店前44、掛川郵便局前45、高野町1、掛川駅北口。オーぼン、悲願のシーズン。 3月20.2122日、7月13.1415日、8月13.1415日、9月21.2223日の日中の急便のみ、30から1、富士見大霊園を経由する。この時、南回りの時刻表が変更される。掛川駅を起点に、掛川市東部の西山口地区を走行する路線である。 運賃は200円で、平日は4往復、と休日は5往復。沿線の主な施設には、つまごい、エコポリス工業団地、環境資源ギャラリー、22世紀の丘公園、たまりーナ等がある。掛川駅前、塩町新町南、くず川南、近所山口橋から西満水、沢渡橋、原下から東満水、つまごい北ゲート一式。 環境資源ギャラリー22世紀の丘公園。掛川駅南口と大須賀地区を直結する路線である。当初は中高生の通学限定として運行していたが、2018年10月より通勤、通院の一般利用者も乗車できるようになった。運賃は一乗車600円で、平日のみ運行、土日宿、年末年始は運休。東大谷経由と、 西大谷経由の2路線がある。沿線の主な施設には、東門の里、横須賀高校、掛川市大須賀市所、中東園総合医療センター等がある。掛川市西部の和田岡地区と掛川駅を結ぶ路線である。運賃は200円。平日のみの運行で、1日4往復。沿線の主な施設には、掛川市立和田岡小学校、アピタ掛川店。 掛川駅等がある。掛川市西部の蘇我地区と掛川駅を結ぶ路線である。運賃は200円で、平日のみの運行で、1日3往復。沿線の主な施設には、掛川市立蘇我小学校、アピタ掛川店、掛川駅等がある。西循環線時代は、愛の駅に乗り入れるため、袋井市内にもバス停が存在したが、和田岡線、蘇我線に継承後は、 乗り入れは中止され、掛川市内のみの運行となる。かつて、和田岡地区には、縁鉄バス掛川山梨線、蘇我地区には製鉄バス西部国道線が運行されて、いたが、いずれも1994年に廃止されており、公共交通の空白地帯の解消、地域活性化のために設定された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。